みなさんこんにちは。X12 講師の厚田です。それでは、二級 FP 技能検定試験の配点予想を始めていきます。では、まず本日ですね、受験された皆様お疲れ様でした。で、あのー 今回です、ね、まあ午前中の、えー、学科試験と午後行われました実技試験の、えー、内容について申し上げていきますが最初にですね、えーまあ、学科試験の、まあ、学科試験の拝点につきましてはもう既に公表されていますとおり1問一答 なのでまあ、全部で 60, 60問ありますから、まあ、36問以上、えー、正解が取れれば合格ということで、まあ、ただですねちょっと今私も先ほど実際に、えー、回答を入手したばかりなんですけれども。 あの環境によってはですね、えー、回答が見れないということもあると思うので学科試験に関しては、えー、回答および、えー、簡単な、えー、解説をしていきたいと思います。なので、えー、最初に、えー、学科の回答を申し上げてで実際実技の方はですねちょっと 答えがまあ数字だったりとか丸ツだったりとかさまざまなもの計算過程も書くとかそういうものもあるのでまあ実技につきましてはえ回答をえ申し上げることは差し控えさせていただいてまあ実際には配点をまあレックえ予想の配点というものをえやっていきたいと思いますのでえそのような形でこれからやっていきたいと思います。 では最初に、ですね最初にまず2級の学科試験の回答から申し上げていきたいと思うので受けられた方については問題をご準備いただいてこれからですね科目ごとに1、2、3、4のいずれかの答えを申し上げていきたいと思うので単純にもうこれは36問以上できていれば合格ということになります。 では、えー、最初ライフなんですが、えー、問1から問10ありますが5問刻みで回答を申し上げていきますので、えー、ではいきたいと思います、えー、問1が1問2が4問3が1問4が2問5が3もう一度繰り返します問1が1問2が4 問3が1、問4が2、問5が3です。次、残りの問6から問10申し上げます。問6が3、問7が1、問8が2、問9が4、問10が4。もう一度申し上げます。問6が3、問7が1、問8が2、問9が4、問10が4。 次、リスクの問11から15まで申し上げます。問11が3、問12が4、問13が4、問14が2、問15が1です。もう一度申し上げます。問11が3、問12が4、問13が4、問14が2、問15が1です。次、16から20を申し上げます。 問16が2問17が3問18が3問19が1問20が2もう一度申し上げます問16が2問17が3問18が3問19が1問20が2続いて金融の問21から30までですが拷、まあ、問刻みで申し上げてきます問21が3問22が3 問23が2、問い24が4、問い25が3、もう一度繰り返します。問い21が3、22が3、23が2、24が4、25が3です。次、問26から問い30申し上げます。問い26が2、問い27が3、問い28が4、問い2 9が4、 問い30がががががが繰り返しますすで続きましてタックスの31から35をまず申し上げます。えー、問い31が2、問い32が3、問い33が4、えー、問い34が2、問い35が1、えー。もう一度繰り返します。えー、31が2 ががががです次、問36から問40いきます。問36が3、問37が3、問38が1、問39が2、問40が3。もう一度申し上げます。問36が3、問37が3、問38が1、問39が2、問40が3。 次、問41から問45に行きます。問41が4、問42が3、問43が1、問44が2、問45が4、もう一度繰り返します。41が4 42が3 43が1 44が2 45がががが問問問次46から50に行きます

54が1 55ががががががです。す。次、56から60いきます問い56が4問57が1問58が2問59が4問60が3もう一度繰り返しますと問56が4、57が1、58が2、59が4、60が3となります。 でこちらはですね、今私、あの実際には実施団体から、えー、公表されていますと、えー、回答を読み上げただけなんですが、こちらすべて1問1点の 60, 60点満点の36点以上で合格ということになりますので、えー、確認いただければと思います。はいでは、続きがですね、ちょっと一旦、えー、公表につきましては後にさせていただきたいので、次にまず FP 協会、日本 FP 協会のですね、 こちらの、えー、配点予想からしていきたいと思いますので、まず、えー、午後ですね、えー、資産設計提案業務を受けられた方の配点をまず申し上げていきたいと思いますので、ちょっと最初、金材の個人資産の方はちょっとお待ちいただきたいと思います。では、えー、資産設計提案業務の、えー、配点を申し上げていきます。まず第一問。 1> 第1問い1がですね問い1が各1点の計4点各1点の計4点次問い2が2点問い2が2点ですから第1問は合計6点になります6点です次第2問です第2問問い3が各1点の計4点各1点の計4点次です 続けてですが456すべて2点ずつです2点ずつなので問い3が4点で456で合計6なのでこの第2問は10点満点と10点となります次第3問のところですが問い7が各1点の計4点各1点の計4点問い8が各1点 の4点,1点の計四点、各一点の計四点、問い九が二点、問い十が二点、えー、ですからえ今回はえ第三問は十二点です。十二点になります。次第四問です。第四問はえ問い十一が各一点の計三点、各一点の計三点、問い十二が二点、問い十二が二点、問い十三が 1> 各1点の計3点、各1点の計3点、問い14が各1点の計4点、各1点の計4点、えー、合計しますとこちら第4問は12点です。12点。次第5問に移ります。第5問、問い15が2点、問い15が2点、問い16が2点、問い16が2点。 問い十七が二点、問い十七が二点、問い十八が四点、問い十八があ失礼しました。問い十八は各一点の計四点、各一点の計四点です。なのでま十五十六十七は二点ずつですが、十八が各一点の計四点で合計すると第五問が十点になります。次第六問です。え第六問が問い十九が各一 点点の計点各1点の計3点20が2点問い20が2点問い21が2点合計すると今回は3と2と2なので7点第6問は7点になります次第7問第7問は222324と3問ありますがすべて2点ずつです。 すべて2点ずつで、えー、合計第,7問が6点です次第8問に移ります。第8問が、えー25 26 27えー、この3つありますで、えー、配点ですが、えー、25から27まですべて2点ずつ252627すべて2点ずつで、えー、第8問合計6点です。 次、総合問題の一つ目の第9問ですが、第、問い28が2点、問い28が2点、問い29が2点、問い29が2点、問い30が2点、問い30が2点、問い31が2点、問い31が2点、問い32が各1点の計3点、各1点の計3点、問い33が2点、問い33が2点。なので 問い32が各1点の3点で、それ以外の問いはすべて2点ずつです。2点ずつ。なので、合計すると第9問は13点となります。13点です。次、最後の総合問題。第10問,第10問ですが、えー、問い34が注意してください。3点です。問い34が3点。で、問い35、2点。 問352点、問362点、問362点、問372点、問372点、問38が各1点の計3点、各点の計3点えー、問十九が各1点の計四点問3、えー、問39が各1点の計4点、問40が2点、問40が2点。で合計するとですね、第10問が一番配点が高くて18 18点,です18点。 そうすると大門1から大門10までですね、えー、今回合計すると全て合わせると100点満点で、まあ、ここでは100点満点中点60点以上で合格となるので、まあ、今回の問題はやはり、えー、配点がですね1点とか2点1つだけ3点というのもありますので、まあ、そこのところがちょっと微妙なのでしっかりですね点数の配点を間違えずにやっていただいてただこれにつきましてはあのこれは完全に公表されるもので はなくただかなり信頼性が高いものではあるんですけれども何とも言えないので60点前後の方はです、ね、どちらにも転ぶ可能性はあるというのは含み置きいただきたいと思います。ただ 65点以上取れていればですね、ほぼ間違いはないと思うんですけれども、ちょっとそれは、あの、実際には公表されている配点ではありませんので、あくまでもこれ、レック独自の、えー、分析による予想であるということは念頭に置いていただければと思います。で、また実技試験の、えー、まあ、簡単な解説は最後にやりたいと思いますので、えー、次お待たせしました。えー、金融財政事情研究会の個人資産相談業務の、えー、配点を、えー、お話ししたいと思います。 で、えー、個人資産相談業務につきましてはこれは大問、えー、が5つです12345で大問5つで必ずその大問、えー、ごとに、えー、10点満点の配点がもう決まってますなのであとはその中で10点をどのように振り分けていくかということでではじゃあ第1問からいきたいと思いますでは第1問問1問1が 1> 各1点の計3点、え各1点の計3点、問い2が各1点の計3点、各1点の計3点、次問い3が各2点の掛ける2で4点、問い3が掛け各2点の2つで計4点ということで合計すると第一問10点満点となります。 え、問三だけですね。二点が二箇所となってますから、注意してください。次第二問です。第二問。問四が、各一点の計算点、各一点の計算点。問五、各一点の計算点、各一点の計算点。問六、各一点の計四点、各一点の計四点。ですので、合計すると、こちらも十点満点となります。 次第3問に行きます。第3問ですが、えー、問7、各1点の計4点、各1点の計4点、問8、各1点の計3点、各1点の計3点、問9、各1点の計3点、各1点の計3点、えー、合計するとこちらも10点満点となります。次第4問に行きます。 第4問問い12が各1点の計算点各1点の計算点問い11各1点の計算点各点点の計算点問い12各1点の計4点各1点の計4点続いてでこちらですねまたごめんなさい、えー、合計すると10点満点となります。次 第5問です。第5問についてですが、えー、問13、各1点の計3点、各1点の計3点、で問14、えー、各1点の計3点、えー、各1点の計3点、えー、問15、各1点の計五4点、各1点の計4点ということで、第5問も合計すると10点。 点ということで第1問から第5問合計するとこれ100点ではなくて50点満点です。で50点の中の60点で、えー、ごめんなさい6割で合格なので30点以上で合格です。ただこちらは基本的にもう1点か2点かという配点なのでおそらく間違いはないと思うんですけどもただこちらもですねあの大問ごとの10点満点は公表されてますが。 こちらの内訳については公表されませんので場合によってはですねあの30点、まあ、レックの配点で30点取れていてももしかしたらという万が一もあるので、まあ、そこはですね注意いただきたいと思うんですがただ、えー、基本的に各一点のところが、えー、ほぼ占めてますんで、えー、そんなにずれることはないと思うんですが、えー、まあ一応。 30点取れているからといって合格ではないので少しそこのところはお待ちいただければなというふうに思いますということでこれでですねまずは実技試験の拝点は終わりましたので次にですねちょっと簡単なですね試験問題の公表や解説をしていきたいと思いますでは順番は、まあ、まず学科からいきたいと思いますので学科試験ですねこちらご準備いただきたいと思います でまずは、えー、ライフの問題1からいきたいと思います。で、こちらですけど、まあ、問題1については、えー、職業倫理関連法規、えー。これについてはもう毎回出ておりますので、こちらはしっかりできるようにしておいてください。で、問題2につきましてですが、これはあまり学科では見な、見受けないような問題なんですけども、ただこれは、えー 資料をしっかり読み取っていけば、えー、これは正解取れる問題ですからちょっと時間かかると思います、えー、金額をちょっと足したりということで、えー、ですね実際には時間かかるかもしれませんけども冷静にやっていただければ取れるはずですで、問題3のところです問題3の係数の問題ですが今回は まず、えー、と3%で福利運用した場合20年後に1500万になる、えーですね、積立額はいくらかとあるので、まあ、当然ながら20年のところの係数が6つあるんで、まあ、これを使っていくんですけれども、まあ、この場合ですね候補となりうるのは今回ですね毎年,毎年の積立額なので、まあ、1500万割る2 0をすると単純に毎年75万円を積み立てていけば運用しなくても 1500万になりますでところが、まあ、当然ながら運用するわけですから75万を下回ればいいわけです。その時に今回可能性があるものとしては1500万かける2つあるんでやってみると資本回収係数0.0672をかけてみると100万飛んで8000円ただこれってどう考えてもおかしいです。 さっき75万でできるわけなので100万それを上回るものはないとそうするとですね減債基金係数の1500万かけ零0 0 3 7 2をやると55万8000ということでああこれなんだなということでこの時点で回答が1番と2番に絞れますもう34はありません。 で同じように、えー、仮に年利率3%の福利運用をしながら、毎年、えー、年末に200万を20年受け取るということは、えー、運用しなくても200万かける20ですから、まあ、2000万あれば、えー、受け取る、毎年200万受け取れるで。当然ながら今回運用するんで、2000万下回らなければいけないので、まあ、その観点でやっていくとですね、そうするともう答えてないんで、一つしかないです。そうすると毎年200万なので、200万、 かけることの、えー、年金減価係数を使っていただきたい年金減価係数を使うと 200×8.5302 200をしますそうすると、えー、1706万400円1706万,万400円という金額が出ますでもし 原価係数をかけまますあ失礼しました減価係数ではなく、減価係数じゃなくて、年金収穫係数、えー。200万に年金収穫をかけると11.4639。これやるとですね、2292万と、えー、ごめんなさい、これ違うな。えっ、ー、と、年金収穫をかけていくとですね、まあ、明らかにおかしいという形にな,、えーですね、なります。2200になってしまうので、まあ、ですから、これ当然ながら、えー、2000万 もともと運用しなくてもそれでいけるわけでそれを上回ることはおかしいので、まあ、そうするとですね、まあ、これは自動的に1番となりますので、まあ、こちらはですねもちろん2級なので、えー、しっかり係数の内容を理解いただくというのも重要ではあるんですけども、まあ、こういうふうにやっていってもですね、えー、できますということをお話しさせていただきましたあとは、まあ、問題4が医療保険の話、えー、公的な医療保険の話 でえー、問い5が雇用保険、6が老齢厚生年金、7が、えー、障害年金と、えー、障害基礎年金、厚生年金、8番が確定拠出年金で、9番が、えー、こちらについては奨学金と一般貸付ということで、まあ、ここら辺については、やはりいつも、えーですね、出ているようなところだと思いますので、まあ、ここについてはちょっと詳しい解説はいたしませんが、日頃の学習で,です、ね、やっていただければ、えー、それなりの点数は取れるんではないかなと思います。 次に、えー、問題10ですねで。問題10につきましては、まあ、最近ですね、こういう形で、まあ、損益計算書の、えー、数値を使った問題というのがよく出てきているので、まあ、今回につきましてもですね、そういう問題なんだということで、まあ、今回は、えーまあ、金額を使うというよりは、まあ、結局は、 シャ音改定率で何なのかあるいは売上げ価は何なのか、えー、まあ販売票一般化には何が含まれるかとかいう話なので、まあ、これはそれをやっていけば取れるので、まあ、もちろんあのこれは会計をしていればできる問題ではあるんですがこういう問題が今、えー、ライフではで出やすくなっていますのでここはやはりえ力を入れてやっていくところではないかなと思います、えー、次にまあリスクに移りまして、えー、11から20がリスクということですが えまずまあ問題11番が、えー、これはあまり見たい。 ことがある問題ではなくて、まあ、例えば1番とかだと、まあ、生命保険契約というのはそもそも保険契約者と保険会社との合意により契約が成立する学生契約ですよという、まあ、こういう表現ってあまりいないと思うんですね。なのでちょっと初歩的な話が出てしまって面食らったというケースもあるかと思うんですが、まあ、これはまあ冷静にやってもらってあとはですね、まあ、問題12番のこちらの生命保険の一般的な商品性はこれ毎回出てますからまあ、例えば 養老保険とか定期保険とか就寝保険その内容はしっかり知っておかなければいけません <laughs> また、えー、と問題13番の生命保険料控除ですが現在の制度は、えー、23年12月31日以前のものと、えー、24年1月1日以降のものの、えー、内容が混在していますので、まあ、そこのところ、えー、しっかり理解されていますかということを聞いていると思うのでこれもしっかりやっておかなければいけない問題です <laughs> で問題14は個人年金ということで、まあ、これもよく出ていますから、しっかりやっていただきたいと思いますし、で問題15が、実際にはこれは、えー、法人に関わる経理処理の話ですけれども、まあ、法人の経理処理も毎回出ていますから、しっかりやっていただきたいと。で、16番のところですが、ここの問題がですね、 今回は地震保険の一般的な商品性というところですが実は今回はあの29年の1月1日以降地震保険のですねその損害区分が変わりましたそれを、えー、しっかり理解していますかと。ただ今回は 適切なものを選ぶんですけども例えばこれが29年1月1日以降の内容を知らないとですねこれ実は28年12月31日以前であれば正しい内容なのでそこのところで新しいことを理解していないと今回は間違える可能性があるというところなのでやはり 今回は、えー、表紙を見ていただくと分かる通り29年の4月1日現在で法施行されているものなので、まあ、当然地身保険は29年1月1日にもう変わっておりますから、まあ、ですからやはり新しいことはしっかり理解しておかなければいけない、まあ、お客さんに説明する時も新しい内容で説明しなければいけないので、まあ、そういうことを出題、えーまあ、者は言いたいんじゃないかなというふうに思います。 で次、問題17番は自動車保険の一般的な商品性なのでやはり一般的な商品性はできなければいけませんし18が損害保険障害保険の一般的な商品性やはりこれもですね18についても、えー、まあ障害保険の普通と家族ですけども実際には例えば家族障害保険については、えー、人数が何人いても保険料は一緒です。えー、ですね でえー、ただ3番のとこ見てもらうと、えー、保険契約 保険契約締結後に誕生した、えー、記名被保険者本人の子ども、これもです、ね、実際には、えー、被保険者になります。まあ、ですから、えー、そこのところは分かっているかどうかなので、ただ内容的には難しくないと思います。で問題19がです、ねえー、今回、地震保険料控除ということで、まあ、先ほど16番では地震保険の内容が出ましたが、まあえー、地震保険と控除はまた別物なので、ただ地震保険料控除についてもそれほど難しい問題ではないので、これ、しっかり正解を取っていただきたいと。 また問題20番のリスク管理なんですけれども例えばこれ2番見ていただくと、えー、自分の老後の生活資金を準備するために生命保険に加入したいという人に対してですね収入保障保険の加入を提案してどうするのというところで、まあ、実際にはこれはですね例えば就寝保険とかですねあるいは個人年金とか、まあ、いろいろなものがあると思いますが収,収入保障はこれ老後自分はもらうことできませんあくまで遺族の保証ですから、まあ、そこのところもえ難しくはない と思うので、まあ、今回、リスクは正直言って難しいとは思えないので7割、8割ぐらい取らなければいけないんじゃないかなという、えー、気がします。 で21から30の金融ですけれども、まあ、21番は為替相場の変動要因ということで、ここはまあ一般的な話ですから、できていただきたいと。また、22番がまあ上場投資託、ETF の一般的な特徴なので、これ一般的な特徴ですかこれも理解していただきたい。また、23番も一般的な固定利付債券の利回りと価格ということで、債券の利回りと価格の関係は、これ本当に基本中の基本ですから、これ、しっかりやっていただきたい、取っていただきたい。 また問題24番についてですが、これも毎回出ているですね、まあ、実際には、えー、利回りの話ですね、利回りの話。ただ今回は、えー、99円、9円50銭で買って、99円の50銭で買って、 でまあ、実際には途中で売っているので、えー、今回100円の100円25銭で売ってます、まあ、ですからそこのところの100円を使わずに買った時の99円50銭と売った時の100円の25銭これをうまく使いながら計算していくんですが計算式を覚えていれば、まあ、別に計算式は別にですね名称変わってもですねやり方は一緒なのでそれさえ分かっていれば 簡単にこれ正解取れますからこれはやはり間違ってはいけない問題だということが言えますまた25番の株式の投資指標もこれ一般的な話なのでこれも正解取らなければいけませんしまあ26の金融派生商品の内容もですねえすこぶる難しいというわけではないのでえそんなにえですねえ難しくないと思いますであとは27番がえ実際には ファンドのパフォーマンス比較評価という問題ですが。 まあちょっとご覧に来ると、ちょっとシャープレシオって何だろうかとかいうことで、ちょっと不安を覚える方がいるかと思いますが、別にこれできなくてもいいです。で問,い問題28番はニーサーですが、まあ、ただニーサーにつきましては、これは必ずできなければいけないと思うので、まあ、今回だとですね、4番が、実際にはニーサーにするとですね、まあ、配当金非課税になると、それ間違ってはいないんですが、必ずここに書いてある通り、株式数比例,比例配分の方式、これを選択しないと、 非課税にはなりませんからニ、えーサを選択しニーサ口座で保有したら全てが非課税というわけではないということでまあ、そういう観点からやっていけばですね理解されていると思うのでできるんじゃないかなと思いますあとは29万セーフティネットもこれ当たり前の話ですしまあただ30万がこれ金融政策なんですけどもこちら空欄に当てはめながらやっていくのでまあこのような問題は学科ではちょっと珍しい問題かとは思いますけれども まあ実際には自分が好きなところ、できるところからですね、埋めていけば、選択肢はどんどん広がっていきます、あ狭まっていきます。ですから、そういうふうにやっていただければいいと思うんで、まあ、金融についても一般的な話が多かったので、まあ、最低でも6問とか7問は取っていただけるんじゃないかなというふうに思います。 え続いて、えー、31から40のタックスに移りたいと思いますけれども、まあ、問,い問題31については本当に基本的な問題なので、まあ、超過累進税率ですよというところを選ばなければいけませんし問題32番についてもこれも非常に平易な問題ですが取ってください。 で、えー、問題33番はこれについては新しい、まあ、28年1月1日以降の税制の内容になっているので、まあ、これについても金融、えー、まあ金融のところで多分やっているんじゃないかなと思うんですが、まあ、今回、たまたまタックスで出ましたけれどもこれもえ実際には28年から変わったものですから、まあ、皆さん、しっかりやられているかと思います。 はい、で、えー、続いてですね、まあ、問題34番がこれ損、えー、結局は損益通算の話ですね、まあ、総所得金額を求めますが損益通算の話なので、まあ、今回に関しては。 えー、不動産所得の負債利子、負債利子がありますけれども、そこのところ、ですね、えー、土地の部分については除外しなければいけない、それさえ間違わなければ、まあ、300万、えー、プラスマイナス20万、えー、プラスマイナス80万で200万という金額出ると思うんで、えー、不動産所得の、えー、損益津算ところ、そこを間違えないでください。で問題35番についても、まあ、医療費控除については、これですね、実際に払った分しか対象になりませんから、それ分かっていれば、すぐ1選べると思います。 また問,問題36番の住宅ローン控除の話ですが、これもですね償還、えー、期間が10年切ったら、もうそれでもう住宅ローン減税終わりなので、まあ、これも難しくないと思いますし。 えー、37番の損金のところ、えーまあ、法人税の損金のところですが、まあ、ここのところは例えば、えー、交際費がらみについてはやはり重要性が高いので、これは日々学習されているかと思います。で38番は、これちょっとですね、まああ、今までとちょっと視点が違うなということで、まあ、消費税の課税対象か非課税かという問題はよく出てますが、まあ、今回は、 えー、配当金もらったとか、えー、保険会社から保険金もらったとか、まあ、そういうケースなんですがどれが課税対象な,のですかなんですかというところですが、まあ、今回はまあこの3つ4つの中から見ると明らかにまあ一番だろうというのが選べると思うので、まあ、これはおそらく、えー、正解取れるんじゃないかなというところです。また3問題39は会社と役員間の取引ということでこれも比較的よく出てますから日々の学習が生かせるところではないかと思います。 問題40番は決算書ということで、まあ、決算書はライフのところでちょっと別の視点から出てますが、えー、今回についても若干ですね、えー、これはレベル高いかもしれませんけれども、まあ、できればできていただきたい。ただ、今回、えー、タックスについても、他のところはそれほど難しくありませんから、えー、場合によっては7問、8問取れるんじゃないかなというふうに思います。次、41から50の不動産ですけれども、 まあ問題41は非常に簡単ですよね、えー、不動産の価格については非常に簡単ですし問題42番についてもですねこれは業者さんが売り主の場合についての、えー、話をしていますのでこれも日頃の学習しっかりやっていれば、えー、取れるはずです。 で43番は借地借家法ですが毎回必ず借地借家法1問は出てますので、えー、それを知っていれば、えー、そこを重点的にやっていれば必ず解けますあとはまあ44が開発行為開発許可で45番が建築基準法ただここら辺もですね、えー、決して目新しいものでもないので、えー、ここら辺もしっかり取っていただきたいで問題46番については区分所有法の話ですがこれ4番見ていただくとですねこれ明らかに建て替えにつ ついては4分の3じゃなくて5分の4ですこれはもう必ず正解できなければいけないところになりますあと問題47番が不動産の取得の税金といことでこれあんまり出るわけではないんですが基礎的な話なのでえ不動産取得税と登録免許税まあ、1回きりの税金ですけどもここの内容知ってますかと 48番については、譲渡所得に関する扱いということですが、これもそんなに難しいというところではないですし、えー、まあ問題49が有効活用の手法の一般的な特徴ということで、まあ、近年はこの有効活用の内容が出始めているということもあるので、まあ、過去の問題を見ている方であれば、ここしっかりやっているんじゃないかなと思うので、特に問題ではないと思います。また問題50については 投資判断の手法ということで、これも最近、この手の問題はよく出ていますので、まあ、ですから不動産に関しては、そういう観点から言うと、例年通りで、レベル的にも難易度もそれほど高くないと思うので、やはりここでも7問とか8問取得することが要求されるかと思います。で問題51から60の相続なんですが、まあ、51の親族に関する内容は、これは実際よく出てますんで、これ、正解を取っていただきたい。で特にここではではすね えー、51番は4番のところで結局今着湿死と非着湿死についての相続分は同じになってますから、まあ、これはそこのところが分かっていればすぐ正解を選べると思いますし、えー、問題52番についてもですね 非課税財産はよく出てますまた、53番のですね、えー、贈与税の申告納付というところですが、まあ、贈与税は物のありません。物のないので、それ知っていれば、もうすぐ3番選べます。で54番の遺産分割協議も、それほど難しいという問題ではありませんし、えー、55番の課税対象にならないものというところも、えー、これはそんなに難しい問題ではありません。で問題56番がでですね、えー、取引相場の株式評価でここに 2 9年の税制改正を入れてくるのかなと思いきやそれ、そういう内容ではなかったので、ただ今後ということで言えば、29年のところでは、えー、非常帳株式の評価のところが税制改正、大きく入ってますので、えー、そういうことで言うと、今後もこの56のような問題は考えられると思いますから、おろそかにはできないと思います。で57番のとこころはこれはれもう非常に平易で、えー 宅地というのは利用単位で評価していきますんでまあ、それが知っていればすぐ一番正解できるかと思いますで問題58番の家屋まあ、家屋はそれほど多く出るわけではないんですが決して出ていないわけでもないので、えー、見ていれば過去で過去問で見ていればえ解けると思いますあと59、60については対策という話ですが 問題60については決して難しい問題でもありませんし59番の遺産文化対策も過去においても出ていますからそういう意味で言うとまたこちらの相続も7問8問ぐらいは取れるんじゃないかなと思うのでそういう意味で言うと比較的解きやすい、まあ、あの難易度はそれほど高くない問題ではなかったかなというのがこちらの学科試験では言えると思います。 ではちょっと一旦これで学科試験を終えましてえ次、えー、FP 協会のです、ね、資産設計提案業務の簡単なです、ね、解説と公表をしていきたいと思いますでこちらまあ40問ありますので まあ時間とととの戦いというところになりますですから、例えば、第2問のところにまあ資料がありますけれども、資料のところで言うと、もちろんこれ、しっかり資料読みたい、本当は読みたくなると思うんですが、必要なものだけ読んでくださいと。で問い読んであれば、こういう計算問題はよく出てますから、しっかり対処していただきたいと。ただ、今回、金融がですね、実際には、問い 問6というのは自分で回答を入れなければいけないので、まあ、そこのところはやはり、えー、しっかり自信を持って回答できなければいけないので、まあ、ちょっとここの56はできなくても仕方がないかなというふうに思います。 第3問が不動産ですが、まあ、資料の読み取り問題はよく出ていますが今回まあ資料はそれほど多くありませんが資料を読まなくても解ける問題もあったりするので、まあ、資料を読むときは必ず選択肢から見て必要に応じて資料を見てくださいまた問い8についても登記事項証明書の話なのでこれも読み取り問題で今回まあ7と8で 4, 4点ずつくる8点なのでここのところでやはり6点以上は必要ではないかなというふうに思います で問い9については以前であればここは自分で平米数を書いてくださいという問題だったんですが、まあ、答えが用意されているのでそれほど難しくないと思いますし、まあ、問い10も計算問題ではありますが答え用意されているというところなので。 解きやすすいいいんじゃないかなかと思いますで次、第4問のリスクですが保険証券の読み取りはこれ毎回出ているのでここはしっかり点数を満点目指していただきたいところとなりますしあと12、13、14ということで、まあ、ちょっと今回ライフのところ点数が多くなってはいますが、まあ、ここら辺も決して難しい話ではありませんから丸伐とかについてはしっかり取っていただきたいと。で次にタックスの第5問なんですけれども えー、ここではですね、まあ、計算が多いんですがとはいえ例えば問い16とかの損益通算結局、えー、損益通算の話になってますがここも基本がしっかりできている方であれば難なく取れると思いますし、まあ、問い17は医療費控除の問題ですがまあ なんか久しぶりのような気もするんですがここのところも病気経過が対象であるというところと10万円の足切りですね、まあ、そういうところが分かっていれば、えー、解けるんではないかなと思うので、えー、こちらですね、えー、しっかりまあできるようにしていただきたいと、まあ、10 18番は住宅ローンの話なのでこれもできるかと思います次がですね第6問相続なんですが親族関係図が2つあって でちょっとここがですね少し時間はかかるんですけれども決して難しいものではありませんから相続の場合は順番を決めることが重要ですから、まあ、順番が決まれば相続分が決まってくるんでまずはしっかり見ながら順番を決めてください。えー、問20も、えー、こちらについては、えー、相続での課税額の合計、えー、ということで以前からよく出ているタイプなのでただ今回回答を用意されてますから、えー、それほど難易度は高くないかと思います。で問21番がですね、まあ、これは 実際には、えー、税額の計算なんですけどもこちら、速算表が2つありますけども、まあ、自信を持ってどち,らをか使うどちらを使うのかという判別ができれば、えー、問題はないと思います。 また、第7問、こちらについては、必ずキャッシュフロー表の、この今回、あ、い,いうというところは、もう毎回出てますから、全問正解をしてください。また、第8問も、こちらの係数早め表は、毎回のように3問出てますから、これ、6点取らなければいけません。で、第9問の総合問題の一つ目なんですが、まあ、ここでもですね、まあ、問い28については、実際には、これですね、建物にしか消費税かからないという、その特性を理解していれば解ける問題ですし、 まあ問29番は金融の問題なんですが答えが用意されているのでまあこれはできるかと思います。そんな形でちょっと総合問題があって。 最後の問題ですが、えー、最後の総合問題、えー、第10問で。第10問の場合についても、えー、バランスシートの純資産のところ、必ずこれ求めさせますが、私何度もこれ、えー、この、えー、分析の話をしているんですけども、ここの A のところは毎回3点になるようになってます。なので、ここはしっかり、えー、丁寧にやって3点をしっかり取っていただきたいと思います。まあ、あとはですね、えー、まあ 問36がまた金融の問題が出ていて答えがないのでちょっと時間かかるかなというところなんですが、まあ、あとは答えが用意されているので、まあ、答えが用意されていてで配点が高いのでやはり本試験ではですねあの後ろのです、ね、今回みたいな総合問題は後にやるんじゃなくて先にやるべきだと思います。で今回の場合、相続,い相続じゃない金融についてが計算を書かなければいけないので、まあ、やはり6割を時間内で解くということでいうならば 答えの用意されているものが解いて、えー、答えを自分で書かなければいけないものは最後の時間でやった、えー、やった方がですね、えー、60点を取れる可能性は高いということが言えますから、えー、解く順番もしっかり、えー、ですね考えていただきたいと思いますで最後に、えー、個人資産相談業務なんですけどもまあ、今回はまあ実際には A さん、えー、の、まあ、今回会社員の方なのでその後の退職後の話ということで、まあ、ここら辺についてはちょっと時間かかるかもしれませんが、えー、問いにおいては計算過程がしっかり準備されていますから、まあ、冷静に当てはめていただければいいですしあまり問さ3の問題はこれ見ないなというところで、まあ、実際には早見表を使うんですがこれは学科のところでよく出ている話なので、まあ、決してですねあのこれ難しいとは思えないので、まあ、ちょっと時間かかるかもしれませんがしっかりゆっくりやってもらえれば解けるか と思いますで第2問の金融はやはり NISANISA が実際には本当に今回よく出ていますが NISA、まあの特徴はこれしっかりやっておくべきところなので、まあ、問い4は満点を取らなければいけませんし、まあ、問い5のような問題もですね、まあ、よくこれ出てますから、えー、まあ 2, 2点以上は必要かなと。 また最後のですね問い6についても計算過程がもう入ってそこに数字を入れていってくださいという問題ですから、まあ、部分点狙いでもいいんですが必ず2点以上2点3点はいただきたい取っていただきたいと思います次第3問のタックスですが退職金の話なのでこれ非常に平易だと思うので問い7問い8これは必ず満点を取ってくださいこれやれば7点ですか7点取れると思います で次の、えー、っとトイ9のところもこれも決して難しい問題ではありませんから今回タックスはやはり8点とか9点取らなければ厳しいんじゃないかなという気がします。 で第4問の不動産についてですが、まあ、建築基準法の規制ということで、ただこれ、丸抜問題であれば、えーまあ、どちらか書けば当たることもあるんでいや、2点以上ですね、それは正解が必要かなと思いますし、まあ、あの問い11も今回、丸抜問題ではありますけども、内容が分かっていれば2点は取れるんじゃないかなと思います。であと,、えー、と、最後の問題についても、計算過程が、まあ、ちゃんと書かれているわけなので、手順があるので、そこに当てはめてもらえれば部分点取れると思うんで、 まあ六点以上は取れるんじゃないかなと思います。で最後に相続なんですけども、まあ相続の問題ですが今回はまず相続開始後の話なので、まあこれはできるかと思います。で問い十四が実際には表まああのー 相動に関する内容でこれもしっかり取れるようになっていただいて最後の問い5についてはもうお決まりの問題なので今回はもう課税遺産総額が3億400万というのを与えられていますからあとは相続税法上のですね 法定相続人で、ね、まず仮安分するというところやっていただければあとは手順に従ってもらえれば相続税総額出ると思うのでこれはもう毎回この最後のところではこれお決まりの問題ですから是非4点を取っていただきたいということで、えー、まあ今回の 個人資産は一部難しいような問題もあったかと思いますがとはいえ日頃しっかり学習されている方であれば6割は必ず取れると思いますので、まあ、今回全体的に見てもですね日頃学習されている方であれば合格できる問題ではないかなというふうに思いますはいではこれをもちまして配点予想を終わりますが本日のですね 午後8時から、まあ、レックでは合否を判定するサービスのサイトを開設しますのであの番号とかを入れていただけると、まあ、合格という判定ができるサイトがありますから時間がある方はぜひご利用いただければと思います。でででははこちらで配点予想を終わります本日はお疲れ様でした